ヤマトキソウは、ラン化とソウ属の地勢の多年層。地下に細い根茎があり、横に張って地上茎を出す。茎は直立して、細く、高さは10から20センチメートルになる。葉は茎の中央部に一個付き、葉芯は長大円型で、やや厚く、肉質になり、長さ3から7センチメートル、幅4から12ミリメートルになり、基部は狭まって茎に沿って流れる。 かかに洋上のツトがあり、葉と同型で小型であるため、一見して二葉があるように見える。かきは6から8月。茎先に1個の淡紅色の花をつける。花は上を向いてつくが、ほとんど開かない。学編は線状皮心型で、先端は尖り、長さは12ミリメートルになる。側多弁は学編と同じ長さであるが、幅はやや広い。学編。 側壁とも黄色を帯びたベニ色で、皮膚は濃厚色になる。神弁は長大円型で、額編や側壁によりやや短く、色は厚色を帯びた白色。神弁の先は三列して二個の側列編は小型、中央列編には内面に肉質の線浄突起が密生し、暗ウ紫色の反紋がある。似た種に、同族の時層、マ間時層がある。日本では、 北海道、本州、四国、九州に分布し、産地や丘陵の日当たりの良いやや湿った草地に生育する。国外では、朝鮮半島、中国大陸、台湾に分布する。和名の山時層は、山時層の意で、産地に生育する、時層の意味。ありがとうございます。